まずは島の南東から二手に分かれて潜入し、通信システムを破壊しつつ進め。奴らの設備の動力は全てアズマクリスタルによって供給されている。島にあるクリスタルを全て破壊し、奴らの活動を停止させるのだ。行け、ツインフェニックス、優雅に、そして華麗に舞うのだ。無事潜入できたようだな。夜になり次第次の行動に移れ。クリスタルを保有する工場2カ所を同時に攻めろ。闇夜に輝く美しい星よりも眩しく輝いてこい。いいな。Come on!
気をつけろよ。ミイラ取りがミイラになるかもしれん。華麗に振る舞えばどんなピンチも切り抜けられる。それを忘れるな。はい、レッカ、無事でいてね。それではレッツゴー。